翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、こちらです。あー、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、サブチャンです、で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ひろとです。今回は翔平さんに使ってほしいギアがあるので紹介していきたいと思います。それがこちらです。はい、これです。これ翔平さん何だと思いますか？フライ返し。違うわ、これ絶対違います。フライ返しじゃないの？フライ返しじゃないですよ。あ、料理を作るもんじゃありません。簡単にノックが打てます。ノック打つのはバット。これでノックが打てます。これでノック打てんの？いやいや、バットしか使ったことないから。テニスラケットじゃないの？テニスじゃないですこれ。そのように見えるんですけど、ノックが打てるもんなんですよ。そうなのこれ。はい。早速使ってもらおうかなと思います。嬉しい。早速使ってもらいたいなと思います。怖っ。ね、あれか、いつも俺のノックは強くて練習なんないから、こうフライ返しノック用のなんかこれで網でやってくれるってこと。あ、そうです。そうですって近いし、それもあるんで、まあ、近いけどやっぱレガシーの方がいいよ。怖いし、怪我したくないじゃないですか。怪我してないじゃん。怪我してないですけど、何度も当たったことはあるんで。当てようよ。なんで当たったやつが悪いんだよ。だから今回これ使って、これでノックを打ってもらいます。まあ、基礎練習になるんで、緩い打球もできるんで、これで速い打球も打てると思います。翔平さんならこれ実は片手で打てるんですよ。バット持って、バットとグローブを片手でこうね、片手ずつ持って、打つ人いるじゃないですか。それが結構しやすいかなと思います。ということは守備の人はどういう練習になる？守備の人は取ってからの送球もできる。そうだ、送球まで、2人で送球まで完了する野球ゲームです。はい、早速ビッグボスに使ってもらいましょう。使ってもらいます。この打ち方は至って簡単です。簡単です。なんかちょっとあれだな。まずここに置いて、もうこれだけで大丈夫です。これだけでポンポンって出すだけ。なるほど。はい、それで OK です。で、送球まで、そうで、返さないで、そのままこう面を、はい、そうで、送球まで、いいね。それダメです。今引っ掛けましたね。はい、まっすぐ出すだけです、ポンって。これグローブはやっぱ使い慣れたらグローブがいいですね。ああ、確かにそうですね。でもお前探しすぎじゃない？いいね。送球までやってこう、しっかり。よし。速いな。テンポ速いな。オッケー。編集はね。だんだん前に来て。前に来て。はい、すぐ。だんだん前に来れば送球のコントロールが伸びますよ。近いからね。いいね。行こう。はい。オッケー。行こう。いいね、これ。で、これ実は、はい、結構強く打つと、それなりに強いだけいく。ポンと弾くと。そう結構結構打者も、あ、じゃあ受ける側も結構、俺結構ピッとくるなみたいな。オッケー。イレギュラーボール。ちょっと強めに打ってみてください。そう結構これ速いんですよ。だから結構そのスピードも出るっていう。押されてる感じです。ああ、そう乗る感じが。結構速いですこれ。結構いい練習になる。ですよこれ。よし。いいね。オッケー。少年野球のライナーとかフライも打てます。ライナーフライいける？はい、いけますいけます。まあここじゃちょっとあれですけど、そう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 、意外といけるんですよ。いい感じのいかない手意外といける面からこう、ああそう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 、おいいね。こうしたよね、こうしたよね、卓球みたい、卓球みたいに、はいおーいいね、ナイスプレー。いい。いい。結構強いですよ。結構強いですよ、俺普通に受けてる方。おい。結構強い。レシーのがいい。あ、レシーのがいい。おーいいね。あ、どうですか、打ってみて。いや、打ちやすいし、思ったより。やるなと思いました。でも最初多分お母さんとか野球やってない人でもちょっと苦戦すると思うんですけど、10分ぐらい15分ぐらいやったらお子さんにノック打てちゃうんですよこれ。そうですね、まあ、お母さんが取れるかどうかは別として、別として、はい、どれノックするのはできる、できます。いいねこれ、かなり結構いいと思うんですよ。いいと思ういいと思う、はい、受けますか何球か。いや大丈夫です、大丈夫ですか。もう彼が精一杯やってるんで、はい終わりじゃないですか。はい、ということでフィールドフォースのノックラケット、はい、こういうの初ですか、使うのは。初っすね。これ今自分いなくてもできるじゃないですか、送球まで少人数、まあ、2人で送球まで行えるという気がなります。普段あれですか、やっぱ5月から僕らは野球スクールをやるっていう話を、はい、まあ進めてるんですけど、そこでまあこういうのね使って教えるたりをしてますよね。はい、というわけでヒロトボーイが持ってきた野球ギアの紹介になります。ありがとうございます。ヒロトボーイ持ってきたんかお前は。やったな、よくやったな。はいというわけでノックをしてきたんですけど、結構強い打球、ライナー性とか多かったんで、結構紙とかなることが多かったです。ライナー性打てるってことは多分キャッチャーフライが簡単に打てるので、自分の中ではいいギアだと思いました。なんでお母さん、いろんな方にたくさん使ってもらいたいなというギアになります。今回の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、というわけで皆さんにキャンペーンのお知らせがあります。 ST ゴルフ&ベースボールさん、こちらですね、5月からキャンペーンを開始します。はい、以前ね、走れ応援チャンネルさんの方で野球ができるこのスペースを料金がねすごい安くなるっていうキャンペーンをしてました。前回は走れ応援チャンネルを見たと言って電話予約か LINE 予約をして、お値段が1時間こちらの利用料3500円のところ2000円になって、3時間利用すると1万円のところ5000円になるっていうキャンペーンをしていたそうなんですけど、今回5月からですね、走れ応援チャンネルと翔平 TV で合同でね、同時にキャンペーンをやりますので、もし使いたい方いましたら予約の際に翔平 TV を見た、もしくは走れ応援チャンネルを見たと言って予約してもらって、1時間3500円のところ2000円で利用してもらって、3時間であれば5000円で利用してもらって、これから暑くなります、野球する時期なんでベランダが取れないっていう場合もあります。そういう時に、まあ、こういうところで、まあ、練習できたりとか仲間たちが集まって練習するといいのかなと思います。1時間2000円であれば3人で、まあ、1人600円とか、まあ、4人くれば500円とかかな。3時間であればね、まあ、5000円なんで本当安く、1人分安く済むと思うので、本当こういう機会なんで。でこちらですね、野球のネットもあります、TO のネットもありますし、キャッチャー道具もあります。で簡易的なマウンドもありますし、まあ、そういうのは僕と走れ応援チャンネルの方で寄付をさせてもらって、まあ、使えるようにしてあるので、ぜひともね、あとはまあボールとかそういうのはちょっと持参していただいて、ボール、バット、ヘルメットなどは持参をしてもらうんですけども、はい、あと L 字ネットもありますので、はい、バッティング練習もガンガンできると思いますので、ぜひともご利用ください。という感じで、以上キャンペーンのお知らせでした。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。